はい、どうも、哲学とです。今回はですね、シーズン中の、プレイ人口の変化についてね、まあ、哲学とが、まあ、大体で毎シーズンプレイする中で感じていることとかをお話ししていこうかなと思います。まあ、このゲームどうしてもね、シーズン3ヶ月とか、まあ、4ヶ月ぐらいね、続くので、なんていうのかな、シーズンの時期によって、まあ結構プレイしてる人の人数とかね、あとまあ報酬クエスト回してる人の数とかも変化していくんで、まあ多少ね、参考になるお話ができればいいかなと思うんですけど、まあまずですね、まあシーズン始まったすぐの時が一番やっぱり人口多くて、まあたくさんね、一気にこう用意ドンでレベル0から始めるんで、人が多いかなとは思いますね。ただもちろん当然ね、レベル0からみんなスタートしていくんで、まあ初日とかで最初の1週間ぐらいは装備が揃わなくて、まあなかなか T16 とかそんなにね、人口が少なくて、まあ慣れてる人だとね、初日で T16 が、まあ安定して回せる装備を、まあ揃えるとこまで行っちゃうんですけど、まああんまり初日2日目、まあ大体土曜日に始まることが最近の常なんで、土日のあたりはみんなね、こう、装備を揃えてる時期っていう感じかなと思います。なんで、最初の頃はね、ネファリムリフトとかで、パブリックでゲーム作っとくと、まあ、みんな同じようなね、レベル70以下のキャラクターで、人が集まりやすいので、まあ、ソロの人だよね、ネットワーク使える人は、パブリックにね、ネットワーク設定しておくといいかなと思います。まあ、さすがにね、まあ、チーターさんとかはレベル上げのリフトに入ってきたりはしないと思うんだけど、まあ一応そういうとこも気をつけながらね、プレイしてみるといいんじゃないかなと思いますね。で、まあ結構ね、大体なんですけど、まあ最初の頃は装備もみんな集まってないんで、まあいい装備揃えたいとか、まあそういう理由もあって、報酬クエスト結構、まあ初期の装備が揃ったら、回し始める人が増えてくるんですけど、まあ私としてはね、やっぱりね、最初の1週間とかは仲間内でなるべく報酬クエストは行った方がいいかなっていう気がしますね。やっぱり、このゲームってレベル70になると、その時点で T16 とか、一番最高難易度を選べちゃうんですけど、まあ、やっぱり、なんていうか、パラゴンレベル100とかの状態では、T16 って正直回せないんですよね。なので、まあ、結構報酬クエスト行っても、ほぼ自力では報酬クエストクリアできないような人、が、まあ、帰省しに来ちゃうってことも増えちゃうんで、まあ、最初の1週間は、報酬クエストはパブリックでやらない方がいいかなと思いますね。2週目、3週目ぐらいになってくると、まあ、報酬クエストを普通に真面目に回したいっていう層がね、結構ログインしてきてくれるんで、まあ、そのあたりが報酬クエストの、まあ、ピークかなと思います。なので、シーズンが始まって1ヶ月から、1ヶ月経過、から2ヶ月ぐらいのところで、まあ、報酬クエストのピークを迎えるんじゃないかなと思います。まあ、その後って報酬クエスト回すよりも、GR の記録更新に入っていく人の方が増えていくんで、まあ、あんまり、報酬クエストに人がいなくて、まあ、みんなが GR にこもっていくっていう感じになっていくので、まあね、GR を回してるノラの人とかでもすごいレベルの人とかもいるんで、まあ、ノラで GR っていうのも悪くないんですけど、まあ、チーターさんもね、こう、自分たちのツールの販売活動の一環として回してる時があるんで、まあ、チーターに出会ったら即その部屋は抜けた方がいいかなっていう感じですね。まあ、だいぶね、まあ、ディアブロ配信なんかも、シーズンの初期は結構人多いんだけど、
まあ、後半になるとね、配信してる枠数もやっぱ減ってきちゃうっていうのはね、まあ、仕方ないところもあるんだけど、まあ、やっぱり、ハクスラ配信チャンネルではあるので、まあ、なるべくね、シーズンラストまでやりたいとは思ってますが、まあ、リザレクテッドの方のラダーとの兼ね合いでね、私のチャンネルももしかすると配信頻度が減ったりとか、まあ、2の配信の方がメインになっていくって可能性もあるので、まあ、そこはご了承いただけたらなとは思ってます。まあ、でも、なんだろうな。どうしても、こう、まあ、マイナーっていうか、メジャータイトルではあるけど、日本ではなかなかまだまだマイナーなゲームではあるので、まあ、少しでも多くの方に、ディアブロの魅力が伝わるようなね、動画とか配信とかができたらいいかなと思ってます。まあ人によってはね、一月遅れでディアブロやる人とかもいる、とか、あとまあ一ヶ月前でね、引退するとかね、まあ、その人のスケジュールに合わせてやっぱ違いはあるんですけど、まあ、大体、最初の2ヶ月ぐらい人が多くて、後半はまあ、いろいろね、人気ゲームの発売とかも重なってくるので、まあ少しずつ人が減っていっちゃうところは、致し方ないかなと思うんですけども、まあシーズン終盤は終盤でね、またその気になって入ってくる人が増えてきたりする時期もあるので、まあぜひね、最後まで、楽しんでいけたらなと思ってます。まあ結構報酬クエストに関してはまあ2ヶ月目3ヶ月目ぐらいにピークがあるので、あの時期がねずれちゃうとちょっとこう報酬クエストなかなか部屋を作っても人が集まらないっていうような感じにもなっちゃうんで、そこだけはちょっと注意した方がいいかなと思います。どうも今回も動画を見てくださってありがとうございました。哲学とでした。